バンテアイクデーは、カンボジアのアンコール遺跡において、チャンバ族の砦、または、僧帽の砦として知られる、仏教寺院である。この寺院はタプロームの南東、アンコールトムの東に位置する。12世紀半ばから13世紀初頭のジャヤーバルマン7世の、統治中に築かれたものである。バイオン様式で、構成はタプロームやプリアカーンに似るが、複雑ではなく、より小さい。 その構造物は二重の周壁に囲まれており、そして東門から二重の中央回廊を構成し、東面前方には前柱殿がある。この仏教寺院複合体は、これまで不完全な建設及びその建築に質の悪い砂岩が使われていたために荒廃し、現在修復を受けている。 バンテアエクデーは1960年代まで何世紀にもわたって様々な感覚で僧侶により占有されていた。バンテアエクデーの一バンテアエクデーは多くのアンコール寺院の一つであり、400平方キロメートルのアンコール遺跡公園内に位置する。クメール王朝時代におけるアンコールの古代都市はトンレサップから空連丘陵にかけて広がる線。 平方キロメートルの広大な領域にわたっている。この寺院はたプロームの東の東門より600メートルとなる経路沿いに通じている。この経路はバンテアイクデーの西東門入り口につながる。寺院はアンコールトムの東3キロメートルにある。クメール王朝は802年から1431年の長きにわたっており、 当初12世紀末まではヒンドゥー教徒の経験な信仰のもと、その後は仏教徒の厚い信仰のもとにあった。その時代に壮大な寺院が建造されるようになり、1191年まではスーリア・バルマン2世の統治中において、その後12から13世紀にはジャヤ・バルマン7世のもとにおいて頂点に達した。バンテアイクデーを含め、 多くの仏教寺院が12世紀半ばから13世紀初頭に構築された。ジャヤーバルマン7世は多くの寺院を建造した功績が評価されるが、彼はまた社会及び他の職務を犠牲にしたと法もない寺院の建築計画における散財が非難されている。ジャヤーバルマン7世は青観論菩薩を主に崇める仏教寺院を構築した。この寺院はジャヤーバルマン七世による 同時期の近隣にあるタプロームやプリア、カン寺院の様式と同様に構築されたが、規模は小さく、ラージェンドラバルマン2世により建てられた10世紀の寺院の位置に、仏教僧院複合体として築かれた。いくつかの小さな碑文は、ジャヤーバルマン7世及び王室建築家、コビンドレアリマタナにより、本寺院が建造されたことを証明している。ジャヤーバルマン7世は、 アンコールに攻め入り徹底的に破壊し支配したチャム族を倒した後、55歳で政権を握った。彼の驚異的な活動は、その廃墟からカンボジアの復興をもたらした。ジャヤーバルマン7世はまず第一にアンコールトムにおいて、首都を再建し、偉大な建造者と呼ばれた。彼は多くの寺院を建設する役目を果たし、それはバンテアイクデーとは別に、バイヨン。 プリヤ・カーン、タプローム及び他の多くの主要な寺院や、また巡礼者のための多くの旧白書などが含まれる。本寺院がその現存する場所に気づかれた理由はわかっていない。しかしながら、その寺院がアンコール・ワットと同時期のものであることが、両寺院間及び、タイのピマーイ寺院において多くの類似点が確認されることで立証されている。寺院は、 貯水地であるスラスランの向かい側に、西暦1181年、ジャヤーバルマン7世によって構築された最初の寺院とされるが、碑文の欠落により詳細は不明である。13世紀には、ジャヤーバルマンによって築かれた大部分の寺院が破壊された。しかし、大乗仏教による破風やマグサのいくつかは、まだ良好な状態として見られる。また、一部の考古学者おいて、寺院は、 彼の宗教上の死を記念して、ジャヤーバルマン二世により建設されたという見方もある。寺院は、クメールの支配が終わった後、数世紀にわたって放置され、植物で覆われたままだった。1920、1922年に、周囲の植物の範囲を取り除いた後、その寺院は姿を現した。この作業には、インドネシアにおいて、オランダ当局により非常に有効に用いられていた。 復元の方式として知られた、保全方式が採用され、アンリ・マーシャルと CH、ベトゥーアの指揮の下で行われた。そこは1960年代まで物騒によって一部、占有されていた。1991年3月より、日本の上智大学を中心とした、調査団すなわち、アンコール遺跡国際調査団が、バンテアイクデー寺院で多くの考古学調査を実施している。 これらの調査において、2000年8月の石板上仏像の出動をはきりに、2001年3月、及び8月、正度製の小型の2体と砂岩で作られた、大小272体、計274体の仏像の断片が、北小指導付近の前農港より発掘された。蝶像を収める保管室の建設が計画され、2007年11月、 シハヌークイヨン博物館が完成した。2010年8月には、また内観号の南面で6体の仏像が発見された。第3周壁東楼門前の十字型テラス。この手前北側で多量の廃仏が見つかった。バンテアイクデーの全体図観号と第3周壁内の配置空テライト石で作られた東西700メートル。 南北500メートルの大きな複合集壁内に3つの集壁があり、寺院の指導部分は6550メートルの敷地をめぐる回廊で囲まれている。入り口は東側の東門であり、十字型で観音菩薩像が装飾されている。寺院はバイオン及びアンコールワットの建築様式における彫刻の宝庫である。仏面塔四辺の同心の壁を持つ外周壁は、 タプローム寺院と同じく四つの塔門を持っており、すべてある程度の保存状態内にある。塔門には観音菩薩の紙面があり、四隅のガルーダ像の上に配置されている。東に面した塔門は、特にその四隅のガルーダ像がよく保存されている。この周壁の入り口の西より200メートルで掘りに至り、そこはライオンの像やガルーダの乗った、 ナーガの欄干で装飾された広いテラスがある。その号自体が32300メートルとなる境内の第三周壁であり、同様にラテライトの壁で囲まれる。この門の入り口内にある仏像は後に安置されたものである。全柱殿のアプサラスの彫刻第三周壁は十字型に設計された塔門を持つ。そこにある柱はアーチ型の天井を支えている。 この囲いには三つの通路があり、両側の二つはラテライトの壁で独立している。ここにある壁画は勝率像を持ち、また単体内視一体の踊りのポーズを取るアップサラスやデバターがある。仏像はこの周壁内の中庭で破壊者によって壊された。東ロ門からナーガの欄干を持つ敷石された通路があり、二つの周壁を備えた指導へと繋がる。 これらの周壁回廊の入り口となる東端から、前柱殿は屋根のなくなった中庭としてあり、その柱はアプサラスの繊細な彫刻を持っている。アプサラスやデバターのレディーフ指導の一部である第二周壁は58、50メートルとなる。東門はその東端にあり、また西にもそれに次ぐ東門がある。出入り口は南、北の端にもある。東門は、 一つの外壁と二重の列柱とともに、回廊のように築かれ、中庭へと通じている。この中庭には、アプサラス像が装飾されており、中央の間にある仏像は破壊者により、損傷している。バイオン様式の建築の特徴として備えたものには、大井の下げられたレンジのある、偽窓や、三角に燃え立つ、小さな板に、頭飾りのあるデバターがある。砂岩と、 ラテライトで築かれたアーチ型の屋根は中楼の数箇所で崩壊している。内周壁内にはその北と南に胸造があり、さらに中央指導を包含する。指導の内周壁は36、30メートルの配置計画に基づき構築されている。この周壁は小さな塔門に隣接した四隅に塔を持つ。主軸沿いに通る回廊がこれらの塔を主指導に連結させている。 北東と南東にある塔は、仏座像の見られる第二回廊とつながる。2.75メートル四方の回廊となる。主指導部分は神々の彫像の痕跡をいくつか持つ。一方、この回廊のすべてが培ン様式で構築されていないことから、それ以前の時代のものであることが推測される。また、木製の天井の残骸もここで見られている。 中央指導への入り口にはアプサラスに囲まれたドバラパーラが側面にある。スラスランは儀式のための王の木浴地とされるバンテアイクデーの東にあるスラスランは王の水浴地または木浴地と言われる。10世紀のラージェンドラバルマン2世の地勢中に掘られたもので大きさは東西700メートル南北300メートルとなる。太陽と向き合う池のほとりには サガンの外縁を持つラテライトの階段が配置され、ジャイアーバルマン7世によって美化されている。スラスランは大きな木々に囲まれ、一年中青緑色の水をたたえる。水辺への階段には装飾されたナーガの欄干に似体のライオンの石像が側面に並んでいる。この池は王や彼の妻が使用するために備えられたとされる。 かつて池の中央にあった島に見られた石の基盤には王が瞑想した木造の寺院があった。池の水は現在地域の農民による稲作に使われている。厚い石の屋根を支える大きな柱はイオン様式として発展したいくつかの特有な建築学的特徴がこの寺院で明らかに認められる。第三周壁の東と西の棟の屋根は自立した柱で支えられ、 屋根を支える柱の内側の列で十字型になるように作られている。柱はまた木製の構造物に見られる細穴と細の接合を用いてつなぎ針により壁に接続されている。注目すべき他の特徴としては一時的にラテライト製ブロックの支柱で補強された西側の胸にある4本の中央の柱がある。仏像彫刻がこれらすべての柱に見られるが、 ほとんどが傷つけられている。自立する中上に気づかれた屋根に装備された一時的な指示方法は、この時代に構築された寺院に見られる設計の問題点を示している。東門部分のレーザースキャンバンテアイクデー及びアンコールワット西山道立教のレーザースキャンや画像化が非営利団体サイアークとの共同でカリフォルニア大学と ジョー大学によって2004年3月に始まった研究において実施された。得られた資料は、これらの構造物の修復や復元を促進し、そのプロジェクトから入手可能な多くの資料が最悪く、より公開されている。アップサラ機構は、アンコール遺跡建造物の管理と保全において、著しい発達を遂げている。当や、回廊の一部は修復中であり、そのため、 いくつかの場所は閉鎖されている。教科書地が寺院境内の一部に見られ、危険な状態にある構造物がケーブルで繋がれている。ありがとうございます。